皆さん、こんにちは。おーちゃんと、まーちゃんの、しらたきチャンネルです。今日は、何するんですか？今日は株振り返っていきます。見てください、これ。日経平均マイナス411円です。見て。ほら。これ、マイナス4下がってます。ナスダックが3円下がって、なんでこんなに下がったんかね。日経平均なんでこんなに下がったんだと思いますか？高いから。高いから？日経平均高いから下がったってこと？正解でーす。やったねー。エアコンがつかないんだけど。あ、ついた。暑いねー。日経平均なんでこんなに下がったんですか？高いから。正解でーす。やったねー。見てるけどね、FOMC で何かあったんかな。どうした？何やってるの？どうした？何やってんの？ほら、早く拭きなさい。どうした？何があったん？これはさ、下だったら、ママがいるとこだったら、えり怒ってるぞ、ママ。大丈夫？どうしちゃった？何があったん？置いたらクリだけ。俺、ひっくり返ったからでしょ。ダメだよ。ん？あのね、ジュースひっくり返したん、2階で。2階でジュースひっくり返したの。ひっくり返りながらね、ジュース飲んでてね、ジュース顔面にひっくり返しただけだから大丈夫だよ。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。どんなニュースがあったかね、ちょっと見ていきましょうかね。なにこれ？あ、びっくりした。ちょっと。大丈夫？ゴミ箱に落ちちゃったね。ちょっと、うん、落ちちゃったね。いろんな、ちょっと。今やりたい。何？ YouTube 作りたい。今作ってるよ。ほら、じゃあ見て。今日のランキング見ていきましょう。ホーブが。追いかけたい。追いかけしていいよ、どうぞ。ほら。え、ホーブがね、この上がってるよ、見て。ホーブ。300円も上がってます。なんでこんな上がったんでしょうかね。うん。なんで上がったと思う？高い。そうだね。高いからね。またでかい。なんでこんな上がったんだろうね。ちょっとでかい。ん？わ、何書いたんですか？YouTube 作るから。あ、YouTube 作ってるんか、いい子だね。赤色？これ。うん、そんな、うん、ホーブ今買ったらどうでしょうか。あれ、超上がってるじゃん。もう、すごい上がってます、もう、PTS も。何が、第2の松本かもしれないぞ。第2の、これ、ダウンタウンだ、これは。事業の、1号のホーム。事業の再構築によって株価がすごい上がって、こんなことでこんなに、反応するんですかね、これね。1号だって、この会社。この会社に1号売ってるんだって。長いちゃったね。おいしそうな一部売ってる会社ですよ。で、僕、私はね、このいい生活っていう会社がね、安いと思ってね、買いました。これね、いい生活っていうね。穴が開いちゃった。見てください、これね。穴が開いちゃいました。もしかしたら、ん？あ、穴が開いちゃったんかい。もしかしたら、このもっと下の280円、ここの底もあるかもしれませんけどね。2019年につけた270円もあるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずこのそこまで戻っ、ああ、なんか、なんの穴これ？鉛筆の穴。鉛筆の穴かなんだ。とりあえずここでね、大きく下がったんで、もしかしたら、ね、下がった後に上がるような傾向があるような感じがしたんで、ダブルに、うん、ちょっとだけ買ってみました、これをね、ホープですね。ああ、ダブル穴開いちゃったかい。うん、すごいね。一回ね、ここでね、すごいね、上がってるんですよ、いい生活はね。1000円まで上がってきて、まあ、ほぼ全戻しの状態じゃないでしょうかね。だからここら辺まではね、本当あるんでしょうね。ここら辺で買うべきなんでしょうね、本当はね。287円ぐらいで、本当だったら買うべきなんかもしれないですね。でも今ね、347円でね、ほぼこれ上がる前の株価に戻ってきたっていうことですね。なんでね、ちょっとだけ。まあ、打診買いじゃないですけどね。買ってみました。穴だらけじゃん、これ。穴だらけじゃん。そんな感じですね。この、いろいろね、見てるんですけどね。いろんな会社ね。この、いろいろ見てますね。では、ね。で、サイバーステップもね、見ておりますね。すごい下がっておりますね。やっぱり、あれ、ただの、あれだったのかなーって。うん、どうした？穴、大丈夫？すごい穴開いてるよ、これ。な、どうした？あ、ダメで、ここでやったら、お布団汚しちゃうからね、こっちで書いてください。ね。ちょっと穴が開いちゃった。
うん、穴開いた。多分ね、ここ、これがあるじゃん。このくぼみがあるでしょ、うん、結構強いんじゃない、だって段ボールまで穴開いてるよ。ほら、こっちで書いてごらん。ね。あんまり力入れないんだよ。わかったかい？ね、あとね、エニグモっていうね、いろいろ狙っておりましてね、エニグモも買いました、私。これすごい下がってたんで、すごい下がってたんでね。ちょっとだけね、100株だけですよ、そんな。怖いんで、おい。100株だけですよ、買ったの。買ってみました。これ週足で見てもね、安いんですよ、このエニグモ。これなんだ、このテクニカル。ここは、ちょうどね、これ底つけたんですよ、これ。週足で見ると477でしょ？過去。ここのね、ところまでつけたんで、あ、安いじゃんと思ってね。もちろんね、それ、まあ、過去見ると、何書いたの？このね、266円とかもあるんでね、本当はそこら辺で買うべきなんかもしれないんですけど。パパ見て。何？どうした？どうした？見たよ。何？これどうした？これは喫煙所ステート。ん？何？喫煙所？ん？喫煙所？何？パンチン。ん？何書いたの？ん？ウーマルチ書いたの？これね、あとね、これ結構ね、いい情報も出ておりまして、エニグモね、自社株買いしてるんですね。ほんで15億円も自社株買いしてますよ、これ。不動株下がるんで、で、GMO とかね、いいところと取引もしております。それで、あとね、ここね、ここら辺の社長がね、大株主なんで一生懸命やるんじゃないのかな。大株主はソニー、ん？チって何？チって何よ？おしっこしちゃったの？うん。忘れたよ。ああ、何これ、トイレ書いたの？トイレ？おしっこ。おしっこ、何これ、誰パパこれ。パパ書いたの？誰書いたんこれ。どうしたこの音は。これね、社長と、あ、ここら辺の、会社のね、偉い人がね、これ会社の株も、持ってるんで、なかなかいいんじゃないんでしょうかね。この人は誰でしょうかね。この木下さんはどなたかわかんないんですけどね。といったもので、まあ、私はね、このエニグモっていうのをね、買わせてもらいました。もう一つの方ね。もう一つの方ですね。いい生活どこだっけ？いい生活はですね。これね、新サービスをね、始めたって、確かニュースにね、確か上がってたんですね。うん、この新サービスを始めたっていうのはね、材料になって株価が上がんなかったら反応しなかったんですね。うん、反応しなかったんで、もしかしたらね、次のこの、あるんじゃないかなと思っちゃってね。このいい生活もね、これもしかしたらあるんじゃないかなと思って。ちょっとだけですよ、買ったの。ちょっとだけですよ。ちょっとだけ買ったつもりがね、これちょっと、まあ、連打しちゃったんで何株か買っちゃったかもしれないんで、なんとも。わかんないですね。ちょっと板をね、ポンポンポンと押すと、株買っちゃう、買いちゃうんですよ。多分皆さんやってるからわかると思うんですけど、ポンポンポンと押すとね、ポンポンポンってね、躍上しちゃうんで、何株買ったかでちょっと見ないとわかんないんですけどね。あ、ちょっと危ないよ。危ない。気をつけて、危ない。こういう、うん、あ、大丈夫か、よかった。ね、そんな感じでね、いい生活もね、ちょっと買ってみました。これ、見てもね。うん、いろんな、痛い。いろんなね、これも社長がね、しっかり持ってて、いいんじゃないのかなと思ってね、買わせていただきました。ここら辺の株ね、面白いんじゃないでしょうかね。こんな感じですかね、今日の内容はね。うん。ね、こんな感じです。いい生活をこれ買いました。あとは、私が持っているのは、昭和ホールディングスもね、ずっと握りしめておりますね。まあ、昭和ホールディングスをね、なんでずっと持ってるのかっていうとね、個人株主ね、結構やり手の人が、ただ昭和ホールディング持ってるんでね。本当はね、あまり良くない会社ですよ、これね、このね、重要事象ついておりますので、そこまでいい会社ではないんですけど、コロナが明けた後のね、このテニスウェアだったりね、このゲームの攻略本とかね、今売れてますので、で、黒字化してますからね、これから急に伸びるんじゃないかなと思ってね、これ握り締めております。痛い、蹴らないで、お願い。蹴らないで、痛い、蹴らないで、お願いします。痛い。ほら。
痛いでしょ。やめてください。わかった。うん、痛いからやめてね。痛い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 からやめてくださいね。うん、あ、いい子です、いい子です、いい子いい子。これちょっと見て、ほら、この株見てごらん。ね、あと私が持ってる株、ちょっと娘とチェックしていきますよ。今ね、娘はね、ちょっと飽きちゃってね、私のこと蹴っ飛ばしてますね。ちょっと見ようと思ったけど、ちょっと一緒にお絵かきしようと思います。娘とお絵かきしようと思うんで、この辺で終わりにしたいと思います。いや、皆さんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。次の動画でお会いしましょう。プリです。チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。バイバイ。バイバイ。